はい、ずっと白猫プロジェクトしてていい？失礼します。プロフェッショナルタワーに挑まなきゃいけないんです。八重氏いらっしゃい。むずいんです。プレミアが使えないと勝てないんです。たまにはうちに来い。お、いいワインを開けよう。高いワインですね。先生いい人だね。院長、院長いい人だった、はあ、こういうところは学生の頃から変わってないな。結構古い知り合いなのか。いい上司ですね。東さん、お医者さんだったんだ。医者って言ってなかったっけ。医者ですみたいな。東さんの大事なものを探さなきゃいけないんだね。なんだろうな。うん、どうなんでしょう。でもこうして東さんの記憶を見ていけば手がかりがつかめるよね。せやね。この前みたいに。3ヶ月前ね。そうですね。よし、先に行こう。慣れって怖いな。すごいな。ここで手に入れられるものもないです。何も入ってない。アサロ、アサロ、いいワインが入ってるかもしれん。もしかしたら持って帰って売ろうぜ。持って帰れんのかな。何かの薬品。何もないっすか。金目のもんはねえっすか。ないか。使えねえな。書類がたくさんしけてんな。まあいいでしょう。なんか形違うしね、入った時と。ねえ、入った時と違うな、部屋の形が。おっと、そっちはどうだった。誰だ誰だ。楓くんと、多分東さんが夢の主です。果たしてそうかな。委員長という可能性は早計すぎるぞ。久美子よ、知らない人がいる。ああ、そうか、あいつか。やっぱり知らない人がいると減るのかな。あ、寝る方おやすみ。部活頑張って。あ、そうそう、こいつはさっきここに来た。これは、そういえばあんた名前は。名を名乗れ。どう。お、荒井秀です。荒井秀、荒井秀はあれだよね、ウサギを殺したというちょっとサイコパスな子だよね。よろしくお願いします。一応説明したが、まだ腑に落ちてないだろう。ふむ、落ちてない。ここからはみんなで行動しよう。そのうち分かってくる。あの、相変わらず鈴木さんは説明下手ですね。鈴木、ああ、あの怖い顔のおっさんか。鈴木って誰だっけ。ヤマトのこと。わからんけどたまにあるんだ。ん、解放されてないのに夢に突然来なくなるって。あ、今回出てこないの、ヤマト。これだけ待ってこないってことは死んだのか。もう来ないんだと思う。そうなんですか。そりゃ解放されたのか死んだのか。元気でやってるといいが。え、多分首チョンパじゃないかな何かしらでやっぱり首チョンパ。うん、お前は初見か。いろいろ導いてやろう。我が輩がね。夜の鏡は嫌。俺も見れないな。シャッター閉まっている。あ、購入する。待って、カフェオレとか買えたっけ。710円持ってるぞ、俺。すげえ。カフェオレ買う。えい。買えた、買えた。買えたっけ。カフェオレ。甘いカフェオレ。これも回復できんのかな。使いたいが使いたくない。もうちょっと減ってから使おうか。なんかあるよ。おっと、お、あれがあれか、印か。お、開いた。この中に入れば東さんの記憶が見れるっぽいです。なるほど、思い出の品か。120円、まあ安い時は100円で買えそうだね。お、ふん、大丈夫だ。じっとしてればすぐ終わる。そう、天井のシミでも数えてればいいさ。すぐ終わる。終わるよ。東さんだね。はい、次の方。あれ、ナースが来た。すり抜けたよ、今。すり抜けた？すごい顔してる。下唇を噛みしめてるじゃないか。大丈夫か？通るよ。出てった。次の方、どうぞ。かわいい。次は誰だ？ここでヤマトが出てきたら俺は拍手喝采なんだが。ヤマトじゃないのか。お席にどうぞ。
ヤマトじゃないのか、なんか最近首の調子がおかしいんですみたいな。こんにちは今日はどうしましたか。この子もともと喘息持ちなんですけど、かわいい。全然良くならなくて。かわいいよ喘息。病院で吸入してもらえば少しって。あれ吸入ね。美人さんだね、美しい。ん、むむ、あずまくん知り合いだよね。知り合いか。あれ金森さん。でも人妻だからな。久しぶり。そっか、医大に行くって言ってたもんね。医者ってすごいよな。ああ、金森さんも元気そうでよかった。って娘さん何歳なんだろうね、シンジ。そうよ、お医者さんになるなら東くんと結婚すればよかったかも。今からでも遅くないんじゃよ。バカなことを言うなって。金持ってますせわし。ママかわいい、持って帰りたい。あ、ごめんごめん。東くんよろしくね。うん、喘息は専門じゃないけど。よし、私が吸入してあげようじゃないか。口を開けて。見てみるよ。吸入。あ、くそ。いいところで。なんですこれ。夢の主が見せる幻さ。ふむふむ。主になったやつの記憶がこうやって現れる。これからいいところだったのに。ふーん。ふーん、あんま動じてないなお前。冷静だなこいつ。さて鍵はなさそうだな。ないか。鍵なんだろうな。あずまさんの鍵ってなんだ。これもう一回入ったら形変わってますよね、やっぱり。なぜ形変わるんだ。お、50円拾った、やったぜ。この病院至るところに金が落ちてるな。誰も掃除とかしてないのか。なんなんすか、金、小銭をなんかポケットに入れて歩いてる人いるんすか。医療ドラマとかでよく見る機会だ。至るところに小銭が落ちてるんだけど、大丈夫かこの病院の衛生管理的な。ねえ、金を落とす落とす。落としても拾わないのかな。わ、100円落ちた。まあいいわ、みたいな。医者って金持ちだもんな。そういうやつはね、1円に泣くんだぜ。拾わなかったことをいつか後悔するんだぜ。あ、500円落としてしまった。まあいいか。私は金持ちだ、みたいな。そういうことなんでしょ、医者だから。ものすごい偏見が。ひがみがすごいが。ねえ、どうせ金持ってるやつは落としても拾わないんですよ。ああ、しまった、みたいな。うん、第三診療室。あ、入れる。何も入ってない。これさっきの部屋じゃないか？これだな、さっきの部屋。東京の年間のお金の落とし物を億超えるらしい。マジで？俺、落とし物を探す職に就こうかな。それだけで暮らしていけるんじゃないだろうか。落とし物を着服する仕事。捕まりそうだな、すごい。路地裏とかをなんか、ハイハイで。おっ、ICD コード N189 病床、傷病名慢性腎不全。なんかこれ覚えてた方がいいのかな。 N189 じゃあスクショ取っとこうか。デート、これでよし。よくある病院のポスター。着服したいな。落とし物、何も入ってない。何もなしか。なんかあれパスワードっぽいよね。N が邪魔だけど。他に行ける場所はないですか、ここは。患者様優先エレベーター。職員は非常用階段を使用すること。へえ、乗っちゃダメと。職員は世知辛いですな。お、これも何かの記憶のあれかな。やっぱり分かりやすいですね、どこに進めばいいのか。ふむふむ。やばい。やばい。心、くそ、緊迫の状態だ。大丈夫、すぐ手術に入るから。医療ミスとかかな。大丈夫だよね、大丈夫だよね。大丈夫、見ろいらっしゃい。大丈夫なの本当に。自信なさげだが。え、泣いてる。なんで助けらんなかったのよ。やっぱり任せてくれって言ったじゃない。でもそれは言うでしょ。ねえ、無理ですって言わないよね。大丈夫。
それは言わなきゃ任せてくれないでしょ。俺のせいだ。わあ、早かったな。初めから専門医に任せていれば。結構深刻な状態だったってことなのか。じゃあ判断ミス。喘息は難しい病気なんだ。でも君に頼りにされたかった。ええとこ見せたかったんや、男として。そんなグーの音も出ません、ごめんなさい。そんなことでした、ごめんなさい。恨んでくる。うわあ、これはきつい。よくないな、それは。人殺し。すまない、ええとこ見せたかった。なんか落としましたよ。何が大丈夫だ。何もできないじゃないか。それが原因でやめるの。あ、これは、これは一人座って感染してるしね。きついな。映画か。なんか落ちてますよ。動じないな。この髪型すごいよな。昆布みたいな。なんか海で漂ってる昆布ってこんな感じしてなかったっけ？揺らめいてない？それが鍵ですかね。個性的な髪型だしな。やっぱ個性的なんでしょ、性格も。ぬいぐるみか。ああ、あの子持ってたぬいぐるみなのかい？メイプルを拾った。メイプルって名前？可能性はあると思いますけど。これが鍵か。これを東が拾ったとしたらありえるな。これが鍵かね。鍵もいいですけど、説得はどうしましょう。ああ、そうか、説得しなきゃいけないもんね、最後。元気づけてもダメな気が。むずいですね。そうだな。ゲートが開いても説得できなきゃ意味がない。また腹から出てきちゃうね、ズバシューって。もう少し探してみましょう。そうしましょう。ね、命についてどう思いますか。いきなりですね。広告ありがとう。ありがとう。なんだいきなり。そうだそうだ、これは夢でしょ。じゃあ今体験してるのはゲームみたいなものじゃないですか。これはゲームであっても遊びじゃないんだ。誰が死んだってそんなに悲しまないでしょ。悲しくないかもしれないけど、グロいのは見たくないもんな。首ちょんぱとかいい気分しないよ。所詮夢の中の登場人物なんじゃないの。 NPC ってこと。ノンプレイヤーキャラ。そうなのかもしれない。ふむ。でもそんなこと関係ないだろう。なんだろうこの人。トールはね、何かやらかしそうで怖いんだよな。待って、いや実際やらかした気がする。ここだけの話ね。お、 ICD コード C711、小病名前頭葉悪性腫瘍 C711。 これがんなの。がんなのこれ。悪性腫瘍だからがんなのか。難しい言い回しだからわかんない。今回産地あんま減らないね。レントゲン室。やっぱこのセカンドナイトの方がね、プレイしたのは、これは何、いつぐらい前かな。若干ね、覚えてますね、ストーリー。ネタバレはしないですが。トランキライザー。先の展開をちょっと覚えているぞ。ファーストは全然覚えてなかったが。波乱の予感だ、波乱の予感。ここ入る？大手術室。開かない。いや、細かいとこ覚えてないけどね。ざっくりと。おっと。あ、ほんとはセーブしてないな。あれ？ゲートがねえな。手術室じゃない？ゲート。上の階じゃないですか？エレベーターとかあるし。上の階あったっけ？2階か。まあ、でもなかったら狭いもんな。行ってみるか。行ってみるけー。セーブします。待って待って、そういえば見てなかったな。楓くんはいいか。この夢に詳しい。で、荒井徹中学生。何を考えてるのかわからない。荒井衆。結構強いよな。